今日から俺は YouTuber 京都サインボクシングジムの小松です。今日は、ボクシングをするときに、よくパンチを打ったりしたときに息をシュッってか吐くことをよくなんか教えられると思うんですけど、それがよりもっと効果的に息の使い方をできるようなちょっと僕なりの考え方っていうのをちょっとご紹介したいと思います。よくシャドウするときにとか、ボクシングやるときにここでシュッシュッって口にしっかり息を吐いてやれって言われると思うんですけど、一つ気をつけてもらいたいのが呼吸をこの口だけでするんじゃなくて、もう体全体でしっかり呼吸を、この息を回すっていうイメージでやってもらうっていうのが非常に大事だと思ってまして、というのもここで口でシュッシュッって声を出してると、ここがどうしてもなんか緊張して、喉が緊張してここがキュッて詰まるんですね。そうすると体全体の方の筋肉もちょっとどっか緊張してしまって、ちょっと伸びが悪くなるんですね、シュッシュッってやると。なんで多分その時にちょっと息吐く時にちょっと喉を締めるようなイメージでシュッて絞り立つようなイメージでやってしまっているので、これがちょっと逆に悪影響になりやすいと思うんです。そうじゃなくてイメージとしては息をはって吐くときに口から出すというよりも、ここのイメージはこの溝落ちですね、横隔膜があるところで、肺をね上げ下げして横隔膜上げ下げして呼吸をすることになるんですけど、その何て言うのなんか生理学的なちょっと要素はちょっと置いておいて、身体的なイメージとしてはここの体全体に中の内側ですね、しっかり空洞を作って酸素とか空気がしっかり指先まで行き渡るように、空気の通り道みたいなものをしっかり開いてもらう、そういうイメージで息を吐くときに、で吐くときにここのスッっていうときに口だけで吐くんじゃなくて、ここから全身に息がスッスッって出るように吐いてもらうと、結構その体の全体のつながりが良くなって、インナーマッスルがつながりやすいような呼吸の仕方っていう風になります。ちょっとこれ感覚的になるんですけど、息を吐くんですけど、実際は喉だけじゃなくて全身で吐くっていうイメージです。ここにもしっかり空気を、足先にもしっかり空気を、お腹にもしっかり空気を通すようにツッツッっていう風にツッツッ出してもらうと、結構伸びがあるようなパンチっていうか打てるようになるので、喉だけじゃなくてしっかり体全体を使って呼吸をしてもらうっていう風にやってもらうと、インナーマッスルのつながりやすい、効果的な呼吸の仕方になります。全身で呼吸をするっていうイメージですね。息を吐いてるんですけど体の内側に息を吐いてるようなイメージです。風船を膨らますようなイメージで、しっかりその時に例えば喉が詰まってたりすると、この辺でも空気が詰まってしまって、この足先まで酸素が行き渡らないというイメージになって、酸欠状態みたいなイメージでどうしても詰まりのある体の使い方になってしまうんですけど、しっかりと体を通してもらってやってもらうと、結構そのキレが出てきます、体全体に。それ言うたらこれインナーマッスルがきれいに自然につながって呼吸をすることで、全体で体全身のつながりを良くして、あまり考えなくても呼吸だけでインナーマッスルで体全身の上下とかのつながりを良くしてくれるので、結構この呼吸をしっかりと体全体でしてもらうっていうのがすごい大事だと思うので、これ結構誰でもすぐできると思うので、ぜひ試してもらえたらと思います。ありがとうございました。